領海の滝尻っ滝寺は、大阪府泉佐野市にある新言州犬鳴派の大本山の寺院。三号は、犬鳴山で、犬鳴山の山中にある。本尊は、栗から不動明王。2019年5月20日に認定された日本遺産、旅引き付と2枚の絵図が伝える町中世ひね層の、風景マイナスの構成文化財の一つ。犬鳴山の渓谷は、 大阪緑の百戦に選ばれている。斎明天皇七年、猿皇綱によって大峰山々城が竹が開かれる六年、前に解散したと伝わり、元山上と呼ばれている。古くは、犬巻き山を含む泉山系全体を、葛城ラのと呼び、その中でも犬巻き山は、西の行場、東の行場を持つカツの二十八宿主元道の根本道場である。 平安時代初期、大干ばつに見舞われた際に雨乞いを祈願して雨が降り、それを知った、淳奈天皇が、七宝滝寺と名付けたという。歌天皇の時代、官兵2年3月、木の国の漁師がこの山域で狩りをしていた際、突然連れていた犬が激しく泣き出し、結果漁師がいおうとしていた鹿が逃げてしまった。怒った漁師は、犬の首をはねたのだが、 その首はそれでも飛び跳ね、今まさに漁師に襲いかかろうと狙っていたオロチに噛みついた。犬は、主人がオロチに狙われていることを知って泣いていたので、あった。愛犬に救われたと気づいた漁師は、これを食いて尻尾滝寺の僧となって、愛犬を供養した。このことを聞いた歌天皇は痛く感動し、尻尾滝寺に、三号を、犬鳴さんと改めよと直後を賜った。 と伝えられている。南北朝時代の昭平17年、南朝方の橋本正隆が志一商人を犬鳴山に招いて、不動堂を建立して中興し、さらに達中14坊が創建された。当時は、室町時代には、熊野信仰と葛城の主原堂の流星に従って、二十坊の坊舎を有するようになり、本堂の修復も行われて栄えた。しかし、 戦国時代になると、織田信長に治療を募集され、天正十三年には、豊臣秀吉の寝頃攻めによって、本堂以外の同社が焼き払われ、一時は、廃絶同然となった。だが、後に秀吉の寄進によって、滝本坊が再建され、五教舞として三十国が寄進されている。江戸時代には、岸和田藩主、岡部ゆ隆より、新田五丹の寄進を受けるなどして、 ほぼ、今日見られるまでに復興した。近世初頭の工場閣によると、毎年5月に、高野山から桂ツ巡行する先達たちは、犬鳴山に7日間泊まり芝焼きごまを収したといい、桂ツの山中で7日間も投流するのはここだけだと、述べられており、いかにこの山の地位が高かったかを伺わせるものとなっている。明治時代になると、 廃物希釈で被害を受けた上に、修験道が禁止され、当時は著しく衰えたが、明治時代後期には再興した。1950年8月7日には、新言衆犬鳴き派を設立し、カツの修験道の根本道場として、修験道総本部を設置した。参道の両側に、神社の水垣のような石柱が並んでおり、共にから大流不動明王、南無神辺、 大菩薩と染め抜かれた赤や黒の登りが立っている。主言道系の寺院であり、多数の祠があり、仏像が並んでいる。石の鳥居の奥には、ホテイ・も見えるなど神仏集合色が色濃く見られる。山中には、犬鳴き川が流れており、そこに、行者の滝など、計7つの滝と行場がある。境内を流れる犬鳴き川の北側には、表行場、南側には、 裏行場がある。主限道の行場であり、相当に危険な箇所がある。2019年5月20日、文化庁により、地域型ストーリーの日本遺産、旅引きつけと2枚の絵図が伝える町中世ひめそうの、風景マイナスの構成文化財の一つに、認定された。AB 旅引きつけと2枚の絵図が伝える町中世、姫めの風景大阪民主新法1974年。 令和元年度、日本遺産に認定されました。ありがとうございます。